アライアントテックシステムズはかつて存在したアメリカの航空宇宙、防衛、スポーツ射撃用品企業である。本社をバージニア州アーリントン郡に置き、全米22州とプエルトリコのほか、海外に拠点を持っていた。2014年度の売上高は47.8億ドルであった。2014年4月29日に ATK はスポーツ射撃用品事業を分社し、 航空宇宙、防衛事業をオービタルサイエンシズと合併させると発表した。2015年2月9日にスポーツ射撃用品事業をビスターアウトドアとして分社した上でオービタルサイエンシズと合併してオービタル ATK となり2015年2月20日から事業を開始した。ATK は1990年にハネウェルの防衛事業を分社化して設立された。 ハネウェルは50年以上にわたってアメリカとその同盟国に防衛システム製品を供給しており第二次世界大戦ではピンポイント爆撃任務に就く B-17 爆撃機の自動操縦装置を開発している ATK は1995年にハーキュリーズ社の航空宇宙部門を買収して航空宇宙市場に参入したこれにより ATK は 航空宇宙、防衛製品軍をアメリカ政府やその同盟国、さらにその契約業者に供給するようになった。2001年にはサイオコールを買収し、2006年には ATK ランチシステムズとした。サイオコールは NASA のスペースシャトル打ち上げに使われた固体燃料補助ロケットを供給しており、これは NASA のスペースローンチシステムでも採用されている。2001年には ブルントインターナショナルの弾薬事業を買収して、競技用実報と法執行機関向け実報にも参入した。これにより ATK は米国で最大の弾薬メーカーとなった。2009年にはイーグルインダストリーズ、2010年にはブラックホークインダストリーズプロダクツグループを買収し、警備、法執行市場への対応力を充実させた。2014年4月29日には、 オービタルサイエンシズと合併した上で、既存事業を2社に分割することを、取締役会で決定したと発表した。ATK は、スポーツ射撃用品グループを分社して、ATK 株主に非課税ベースで譲渡した上で、航空宇宙グループ及び防衛グループの持ち分を、オービタルサイエンシズと合併させた。オービタルサイエンシズの株主は、ATK の株式を受け取ることになった。 合併後の社名は、オービタル ATK とされた。ATK は2014年10月28日に、オービタルサイエンシズの株主に対する株式発行の承認を12月9日に求める予定である、と発表した。ATK はオービタルサイエンシズのアンタレスロケットの爆発事故が収益性に与える影響について、この事故が現在の事業計画や長期戦略、 合併手続きに及ぼす影響を徹底的に評価すると表明した。また、アンタレスロケットの第2弾に採用されている自社のキャスター 30XL については、爆発は第2弾の点火前だったとしながらも注意深く見守ると表明した。2014年11月17日には、アンタレスロケットの失敗を受けて、合併手続きが株主にとって最善の利益をもたらす。 要、デューディリジェンスを実施していると表明し、両者の合併の可否を図る株主総会の日程を2014年12月9日から2015年1月27日に変更した。ATK 製ロケットの展示アロスペースグループは、宇宙、国防、商用航空宇宙製品を担当し、宇宙探査機や商用打ち上げ機、戦略ミサイル防衛システム用推進システムを提供している。 本部はユタ州マグナにある。主なものは以下の通りである。2010年11月には NASA から重量物、打ち上げ機やその他の推進システムに関する契約企業に選ばれ、2012年にスペースローンチシステムのブロック2項で採用予定の先進ブースター開発の一部として、技術開発及びリスク低減試験に関して5000万ドルの契約を結んだ。 2014年4月には、ユナイテッドローンチ・アライアンスから、アメリカ空軍の発展型使い捨てロケット計画における、副交材製構造部材の供給契約を1億7800万ドルで獲得した。この契約では、ATK は2014年から2018年はじめに、かけて、アトラス V を呼び、デルタ法用の構造部材を供給し、さらに2017年、2018年の、 追加供給オプションが付いている。ATK は、フェアリングや、ペイロードアダプタ、ダイヤフラム、ダンカン、アダプタ、ノーズコーン、熱、空力保護部材を供給する。これらの構造部材は、ミシシッピ州、イューカのエクセレンス大型構造物センターで製造される。ATK は、スペースローンチシステムのアビオニクスも担当している。 スペースローンチシステムは火星探査を含む新宇宙探査のために設計されている。アビオニクスは ATK での試験を経て NASA のマーシャル宇宙飛行センターに納入される。初打ち上げは2017年の予定である。エアバス A350XWB-1000。ATK はエアバス A350XWB-1000。1000 用の複合材製ストリンガー及びフレームをユタ州クリアフィールドの工場で製造している。2014年にはエアバスに1万点以上の部材を納入している。ボーイング787ドリームライナー ATK はボーイング787向けの新しい環境、神和性工場型エンジンノズルの開発コンソーシアムに参画している。ノズルはセラミック機複合材料製で ボーイングでの試験により従来のノズルよりも軽量で耐熱性にも優れ燃費性能の向上につながることが実証された。この部材はこれまでで最大の CMC 製部材である。オリオン宇宙船、オリオン宇宙船は最大で4名の宇宙飛行士を低軌道以上の軌道に送り込むための宇宙船である。現在 NASA が友人での月面探査、小惑星探査、 火星探査の実現に向け開発中で、スペースローンチシステムで打ち上げられる。ATK はオリオン宇宙船の長部に設けられる、緊急脱出ロケットを開発している。これは、射点上あるいは上昇中に、ロケットに深刻な不具合が生じた場合に、上員区画をロケットから切り離すものである。また、オリオン宇宙船の複合材生体熱材も開発している。 ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡斜め上から見た JWSTATK はノースロップ・グラマンと共同でジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のバックプレーン指示フレームを製造している BSF は主鏡バックプレーン指示システムの中央部と両翼部分を構成する BSF は主に打ち上げ時の荷重を分担する構造物で PMBSS には 主鏡などの主要装置が取り付けられている。BSF は、ユタ州マグナにある ATK の拠点で設計、製造された。ATK が設計を担当した1万点を超える PMBSS の部品は、大半が、軽量の炭素繊維複合材であるが、インバーやチタン、あるいはそれ以外の複合材で作られているものもある。デルタ2台17バイト射点で打ち上げられる。 デルタロケット323号機 ATK は、ユナイテッドローンチアライアンスから、デルタ2用のジェムと複合財政フェアリングを、受注している。2014年6月の時点で、ATK は987本のジェム -40、個体ロケットブースターを供給している。ジェム -40 により、デルタ2の最大水力は197トン増加する。 ジェム -40 はペイロード重量に応じて3本、4本、または9本で組みにして用いられる。ATK は、モーターケースに複合材を採用して軽量化する、ことで、高い性能を実現している。また、直径10フィートの衛星フェアリングやチタン製、ダイヤフラム、推進剤タンクや加圧剤タンクも製造している。デルタ 4ATK は、 デルタ4にも、ジェムや各種コンポーネントを供給している。例えば、アメリカ空軍が、デルタ4で打ち上げたワイドバンドグローバルサトコムでは、コモンブースターコアと、極低音、第2弾の間の弾間結合部や、液体酸素タンクを液体水素タンクと結合する、中道 RS、RS-68 エンジンの耐熱シールド、複合材製のフェアリング及び衛生保護部材を、製造した。 軌動上炭素観測衛星2号機、軌動上炭素観測衛星2号機は、大気中の CO2 濃度と分布を調査するために、アメリカが打ち上げた、地球観測衛星で、ATK は、熱制御システムの中核をなす、熱伝導度可変ヒートパイプや太陽電池、太陽電池パネルを担当した。火星探査機インサイトインサイトインサイトは2016年3月。 打ち上げ予定の火星探査用自立ランダーである。ミッション目標は火星の進化初期の研究のために地震計や熱流量計を備えたランダーを火星表面に着陸させることである。これによって太陽系における地球型惑星について新たな知見が得られると考えられている。ATK はウルトラフレックス太陽電池パネルを受注しているが、 ATK によればウルトラフレックスは小型、軽量という野心的な目標に対して従来の太陽電池パネルよりも高性能を実現するという。アトラス VATK は2014年9月にそれまでアトラス V で採用されてきたロシア製ロケットエンジンの代替機開発に参入した。アトラス V はアメリカの軍事衛星のほとんどを打ち上げており、 ATK は2013年にアメリカ空軍宇宙ミサイルシステムセンターから RD-180 エンジンの代替機に関する提案要求を提示された。これは米ロ間の緊張の高まりにより将来的な RD-180 の入手性が懸念されるようになったためである。ATK はすでにアトラス V の重量物運搬型にロケットエンジンを供給している。 ATK は固体ロケットモーターは信頼性が高く水力も大きいとし、固体ロケットモーターは高い利小水力を実現できるため、第一弾に最適であり、より多くのペイロードを搭載できる。地上設備や射点のインフラも少なく済み、打ち上げ費用も安上がりであると表明している。ジェムジェムは ATK が製造する固体燃料、ロケットモーターで、モーターケースに 炭素繊維強化複合,合剤を採用している。ジェムはデルタ2、デルタ3、デルタ4の個体ロケットブースターとして使われている。モーターケースに炭素繊維複合,合剤を採用したことで重量は構成モーターケースのキャスター4の数分の1になった。ジェムは1990年のデルタ2-7925で初めて使用された。XM-25 セリットを構える。 米軍兵士、ディフェンスグループは、弾薬や精密誘導兵器、ミサイル警報システムや対地、対空、対艦戦術ロケットモーターを担当している。主なものは、以下の通りである。2014年4月に、ATK は、ロッキード・マーティンと共に、MLRS の弾頭部の開発契約を受注した。契約には開発、設計、 製造が含まれ ATK は主にシステム性能や弾頭の性能試験、生産能力に関する範囲を担当する。レイクシティ陸軍弾薬工場2012年に ATK はアメリカ陸軍からレイクシティ陸軍弾薬工場の運営、維持の委託を7から10年を延長する契約を受注した。ルケイップは連邦政府がミズーリー州インディペンデンスに保有する施設で 元は、レミントン・アームズが1941年に、陸軍向け昇降系弾薬の製造、試験を行うために設立したものである。ルケイップは2007年7月の時点で年間約12億発の弾薬を生産しており、最大のアメリカ軍向け昇降系弾薬工場であった。ATK は2001年4月からルケイップの運営を行っている。アメリカ陸軍と ATK は、 ルケイップの生産効率と品質管理を改善するため弾薬製造設備の更新を行い、2014年12月から生産を再開した。合計 20mm の弾薬を製造する65番テ屋の近代化には1100万ドルが投じられた。大口径弾は主に車両や航空機に搭載された機関砲から発射される。65番テ屋では、 1997年に3番建屋に設備を移すまで 20mm 弾を生産していた。新設されたラインには約50人が従事している。エイジム -88E 先進体電波源、誘導ミサイルエイジム -88E エイジム -88E 先進体電,、e、電波源誘導ミサイルはエイジム -88 高速体電波源ミサイルの機能向上版であり、 アメリカとイタリアの共同開発の成果である。生産は ATK が受け負い、2013年9月には100機目の M をアメリカ海軍に納入した。まず海 A-18CD、海 A-18E、海、e、EA-18G、トーネード E シアーに装備され、今後は海 -35 にも装備される予定である。-88E の開発は、 スケジュール通りに進み予算を超過することもなかった。2014年8月にアメリカ海軍は ATK との間で M の全規模生産契約を締結した。この契約には ATK がアメリカ空軍とイタリア空軍に空中で回収可能な訓練用模擬弾を供給するという内容も含まれていた。これは M に関して ATK が勝ち取った3つ目の契約で9620万ドル相当であった。ア案、R-47 ミサイル警報装置ア案、R-47 ミサイル警報装置は、ヘリコプターや軍用輸送機などの比較的低速な航空機に搭載され、パイロットに脅威の存在を知らせるとともに対抗手段を動作させるものである。アメリカ陸、海空軍が、 主要ユーザーであるが、他国でも運用されている。もともとはロラールが開発したものであるが、2002年以降は ATK が独占供給している。アン、R-47 は、ミサイルから放射される赤外線の特徴を検出することで、ミサイルの接近か、偽警報かを判別している。新しいモデルでは、レーザー警報センサが搭載され、 より広い範囲の脅威を検出できるようになっている。脅威の種類を識別すると、パイロットに音声及び映像で警報を発して、脅威の接近方位を知らせる。さらに赤外線対抗装置に信号を送ることで、フレア放出などの対抗手段を取る。原型の案、R-471 は1983年にロラールが開発を始めたが、 ATK は1990年代半ばにセカンドソースとなり、すぐに主契約者となった。ATK は1998年には、レーザー警報機能が追加された改良型の案、R-472 を開発した。精密誘導キット精密誘導キットである。2009年から生産されている。 ブッシュマスター長身に搭載されている 25mmM242 ブッシュマスター M242 ブッシュマスターは 25×137mm 弾を使用するチェーンガンでアメリカ軍やナトー軍の戦闘車両や水上艦に広く採用されている。元はマクドネルダグラスが開発、生産していたが現在は ATK のアリゾナ州メサの工場で生産されている。 M242 は、機関部を発射ガス圧ではなく、直流電動機を用いて駆動する単重心の機関砲で、射撃モードは、セミオート、バースト、フルオートから選択できる。球弾は、ベルトリンクで行うが、二重装填機構を備えており、クラッチのつなぎ替えで複数の魂を使い分けることも、できる。M242 は、軽装甲車やヘリコプター、 低速の航空機まで撃破でき、残豪や防御陣地にいる敵兵を制圧することもできる。連射速度は標準で毎分200発であり、有効射程は多摩種にもよるが3000メートル程度である。合計30ミリメートルのマーク44、ブッシュマスター2も ATK が生産している。これは M242 をもとに30ミリメートル弾を 使用するように改良したもので、M242 とは70%以上の部品が共通化されている。マーク44ブッシ資マスター2は、シンガポール陸軍のバイオニックス2不評戦闘車や、ポーランド軍のカトロソマクでは、主武装として、また、フィンランド陸軍、ノルウェー陸軍、スイス陸軍の CV90 装甲戦闘車では、副武装として採用されている。 アメリカ海軍艦艇でも、サンアントニオキュードック型輸送用陸艦などで、股間防衛用に採用されている。XM813 物資マスターは、ATK ディフェンスが開発を進める 30mm 機関砲で、M1126 ストライカー装甲車や M2、ブラッドレフ評戦闘車のアップグレードや、GCV 不評戦闘車の主武装として、検討されている。 方針が1インチ延長され、統合型砲画により、第一聖車の命中率を最大10%向上するとともに、命中精度を高め将来の高音発射薬にも対応できる、デュアルリコイルシステムを備えるなどの改良が施されている。さらにリンクレス球団システムの導入も可能である。また、遮蔽物に隠れた敵を攻撃できるマーク310。 プログラマブルエアバースト弾も使用できる。加えて5個のパーツを交換するだけで光景を 40mm に拡大できる。安全性の向上や砲画の統合は主にアメリカ陸軍研究、開発、技術コマンドが担当している。2013年11月の時点で XM813 はアバディーン性能試験場で試験中である。スポーティンググループは 様々なブランドで世界中のスポーツ射撃愛好家や警察、軍隊に製品を提供している。2015年にスポーティンググループはビスターアウトドアとして分社化された。ビスターアウトドアは株式公開企業で本社はユタ州にある。スポーティンググループの製品には以下のものがある。ATK のブランドとしてフェデラルプレミアム、ブッシュネル、サベージアームス、 ブラックホーク、プリーモス、フィナールアプローチ、アンクルマイクズ、ホッペース、RCBS、アライアントパウダー、CCI、スピア、チャンピオンターゲッツ、ゴールドチップアローズ、ウィーバーオプティックス、ターズ、ボール、CB、セレンゲティがある。2013年の時点でスポーティンググループは ATK の売り上げの約45%を占めていた。ありがとうございます。